はい、皆さんこんにちは。 Life is Strange 続きやっていきたいと思います。エピソード5に入ってなんか円満解決しそうな感じですね。カタリリウムのカタリです。このまま円満解決かと思いきや、今のねこの動画のオープニングにあったあの嵐、あの謎が解けてないのでね、このまま円満解決しちゃうと謎が謎のまま残っちゃうような気がするんですけど、でもこのままもう終わってほしいな。円満解決謎でもいいやって感じ。円満に解決してくれればそんな感じなんですけど、ちょっと鼻血が出てきた。素敵な街ですね。こんなに大きなギャラリーもあるし、ビュッフェも豪華だ。イベントの良し悪しは食べ物でわかる。キャビアだけはお断りですけど。今日は君の晴れ舞台だ。出品者として堂々と好きに振る舞えばいい。業界の人にもなるべく多く話しかけてチャンスを生かすんだ。まだ私は大人の集まりに混じった小さな子供の気分です。この一週間で君も子供ではなくなった。今や一写真家として称えられる立派な大人だよ。だからこそそれ相応の行動が求められる。私などトップに立つことを目指して若い頃から進んで前に出たものだ。周りには嫌われたがね。なかなかいい向上者生してますね。キャビアが嫌いなら私が食べてやるから。君は来場者と話してきなさい。ほら怖がっていないで、また後で話そう。情けないな。これまでいろいろあって少しは度胸ついたと思ったのに。ということで動かせるようになったかな。でもまさか本当に成功するなんてびっくり。あの暗室から会場のサイトガイストギャラリーはサンフランシスコでもかなり歴史があるみたい。ここの後も見に行けたらいいな。募金箱、これは募金せざるを得ないよね。すべて芸術プログラムに。いっぱいあるね、ちょっと見るとこが。どうしよう、全部見ていくと大変だな。ダニー・リーの記事だ。ダニー・リー、チラシがいっぱいありすぎるぞ。潜水艦の中で暮らすのってどんな気分かな。兵所恐怖症になりそう。いいな。どうせ報道すらされないんだろうな。さすがに平和な内容ばっかですね。楽しそう。ウォーレンもきっと行きたがるだろうな。猿の惑星。猿の惑星は最初に見たときは結構衝撃的でしたね。ベイエリアのアートはかっこいいな。同じベイでも大違い。謎のままの方がいいものもあるよね。すごいね、太古の埋葬地や儀式の跡地を見学。クロエが好きそうなデザイン。私もパンク系になれるか。着ていく服がないよ。さて受付さんに声をかけてみましょうか。ギャラリーの人に自分の作品のことを話せるなんて思ってもみなかった。あら、マックス・コールフィールドさん、あなたの日常ヒーロー素晴らしいですね。コンテストの中でも特に際立ってますよ。マジですか、マジですか。私の名前だ。他の入賞者もたくさん。いや、他のアーティストかな。
ガイドブック。コメントを読めるっていいな。意地悪なのもあるけど。一発屋しかいない。この写真を見てごらん。奥行き、色彩、ボケ味。先生と生徒でしょうか。中盤カメラにライカの 35mm レンズを使ったものだ。写真の見方を知っていれば、そういった背景、物語が必ず伝わってくる。カメラ。この構図はとある天才写真家を思い出すね。写真撮ってもいいんだ。まあいいや。女性には話しかけられますね。あなたブラックウェルの生徒？そう。本当は私も行きたかったんだ。授業は面白そうだし、たくさん学べていいな。軽い子ですね。声が。おお、すごいね。面白いね。見る。なんか変なの。いかにも芸術って感じじゃないですか。こんなの部屋に飾りたい。いつかね。すごい。これ一つ作るのにどれだけ時間かかったんだろう。さて、特にないな。いや、これ見て回るの大変じゃないか。これだけで一本終わっちゃいますね。アートってよくわかんない。話しかけたいんだけど。これまでの日常ヒーローコンテストでも今回は最高だ。どの写真も時間というものをよく捉えている。実に素晴らしい。そうなんだ。今や誰でも写真家ね。マックスの絵はどこにあるんですかね。写真家。すいません、あなたの写真に感激したって一言伝えたくて。他のどの写真よりうちに秘めたパワーを感じたんです。今後にも期待してますね。本当かね。記者さん、記者さん、話しかけられないですか。できた。失礼、君がマックス・コールフィールド？ええ、はい。僕はバークレー新聞で記事を書いてるダニー・リー。君の作品すごく良かったよ。皮肉的自撮りっていうのは今やありきたりだけど、君の作品には時間を超えた何かを感じるんだ。よかったら話を聞かせてもらえないかな。これ僕の名刺。じゃあまた後ほど。どうも。すごいね。マックスの写真はどこなんだ。これか。こんなでかくなってんだ。あら、ヒーローのご登場ね。どうも。嬉しい。今日だけは自分をアーティストって誇っていいかな。どうやって撮ったんだこの自撮りは。鼻血が。嘘。こんな時にやっぱり普通には終わんないのか。うわ、こっちの世界来ちゃった。わー、クロエ。あ、大丈夫？ちょっとぼーっとしてたけど。大丈夫です。飛行機で時差ボケかな。うわ、大丈夫かよ。音消してた、バカ。お願い、電話に出て。マックスか、大変だよ。マックスが見た竜巻、本当に来てる。マジで？そんな、クロエ、今どこなの？マックス、怖いよ。どうしよう、今帰る。クロエ、聞こえる？もしもし、もしもし。どうしよう、竜巻が本当に。
そこまで直せなかったんだ。クロエが死んじゃう。街もきっとめちゃくちゃ。絶対に止める方法がある。絶対。いやー、どうしますかね。とりあえずもうちょっと今日は回ろうかな。すぐにどうやって止めるのかっていうのも分かんないしね。絶対ダメ。クロエがまた死ぬなんて。助けに行かなきゃ。どうやって助けたらいいんだろう。あの写真の中に入るのか。また心に残る写真だな。インスタントカメラって時を超えたな。ギャラリーがよくこんな一等地借りれるな。日常ヒーローの写真は買えるのかな。やっぱりここに入ってくんだ。マジか。すみません、君の作品のことを聞いてもいいかな。ごめんなさい。邪魔しないで、邪魔しないで。今必死。あなたが噂のマックスさん？どんなカメラ使ってるか教えて。後でいいですか？すみません、この人たちの相手してる時間はないよ。さて、ピントが合わないよ、こういう時に限って。いや、君の写真すごくいいと思うよ。今はちょっと。クロエが今私を必要としてるんだ。入った？入ったかな？よし。ということでセーブされましたので、あ、こうやって自撮り撮ってたんだね。うわー、すごいことになってるよ。大丈夫？痛い。どうなってるの？現実が壊れてきてる。私が時空を歪めてる。セーブ入ったんでここで終わりにします。こんな状態ですけども、次回はここからスタートですね。やっぱり平穏には終わんなかった。完璧だったのに。でもアルカディアベイから離れたことが失敗だったんだ。ということでこの辺で終わりにしたいと思います。ちょっと気になって先に進みたいですけどね。最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。